これより東日本大震災により犠牲になられた方々の追悼花火の打ち上げを行います。それではいよいよ双葉花火の幕開けです。本日の花火大会は12のプログラムで打ち上げます。まず1つ目のプログラムはムービングフォワード。復興へ歩み続ける双葉の地で輝かしく疾走感のある演出をどうぞご覧ください。それでは早速打ち上げてまいりましょう。プログラムナンバー1、オープニングスターマイン。これよりカウントダウンを行います。一緒にカウントダウンを行ってくれるのは地元双葉町の子どもたちです。会場にお集まりの皆様もご一緒にお願いいたします。カウントダウンは5秒前からスタートいたします。皆さん、ぜひご一緒によろしくお願いします。それでは皆さん、いきますよ。せーの。Sun!
続いてのプログラムは能登カラーの花火になります。今年元日に能登半島地震が起き、数日前大雨被害に見舞われました。災害が続き、たくさんの方々が犠牲になっています。今も辛い思いをされている方々が大勢いらっしゃいます。そんな能登地方で作られている花火をこの双葉の地で打ち上げ、少しでも能登の皆様とお気持ちをつなぐ、また共有することができればと思っております。プログラムナンバー3、能登花火、能登からの贈り物、どうぞ。忘れられない思い出やから
夜空が発表されてなりました。送風砲ライトアップ日本、空に花、大地に花に乗せてお届けしました。下から打ち上がる虹色の花火も印象的でしたね。演出は北方市にあります赤城煙火店でした。この楽曲は東日本大震災があり、東北に子どもたちの笑顔を照らす花火を上げようと500名の子どもたちと25組の著名人が参加した花火のためのチャリティーソングです。公演の思いがつなぎ、福島から能登へこの思いが届きますように。また本日受付本部に能登への募金箱を設置しております。皆様のお気持ちをお届けいたします。ぜひご協力をお願いいたします。続きましてプログラムナンバー7、朗読花火、希望の鳥に乗せてお届けします。復興に向け立ち上がる子どもたちの成長を描いた絵本、希望の鳥の朗読に合わせて花火を打ち上げます。川俣町にあります観音煙火店によってお届けします。それではどうぞ。海辺の小学校は放課後も海に深なあ、海に行こう。ハヤトは浜に飾った鳥の旗を見に行きたくてたまりません。今いいとこ。歩みは本に夢中です。夏美がピアノを弾き始めました。3人で歌い出そうとした時です。地面がどうも突き上げられます。今までにない夏美は下級生の手を取り、夏美のピアノに合わせて
同級生たちの合唱が始まりました。歌声に合わせて親鳥が美しい鳴き声を重ねています。小鳥も親鳥に負けないくらい楽しそうに羽をパタつかせながら泣きます。あゆみは避難した山の町で農業を手伝っています。どうしたら安全な野菜って分かってくれるかな。あれ、海辺の町から持ってきた種がようやく芽を出したのです。よし、私の気持ちが届くまで頑張ってみるか。畑で取った虫をつつく小鳥は親鳥と同じくらいに大きくなりました。もう親鳥は魚をねだってもくれませんし、一緒に泣いてもくれません。仕方なく小鳥は巣から旅立ちます。親鳥はその姿をいつまでも見つめていました。2011年3月11日に起きた震災と事故、被災した方だけではなく体験しなかった方々にも自然災害の恐ろしさと人間の過信で起こした事故の悲惨さを忘れないために、10歳のお子様にも分かっていただけるよう描かれた絵本、希望の鳥に乗せてお届けしました。本日この会場にお越しの皆様へ感謝の気持ちを込めてフィナーレスターマイン打ち上げです。会場にいらっしゃる皆様、一緒にカウントダウンをしていただきたいんですが、準備はできてますか？元気な会場ありがとうございます。では会場にいらっしゃる皆さんで心を一つに大きな声でカウントダウンしていきましょう。もう今日一番と言ってもいいぐらいの大きな声で花火さんに直接思いを届けるつもりで声をお願いします。それでは5秒前からカウントダウンを行いますよ。せ
この旅道で夜空に大輪の花が咲きました。お送りしましたのはプログラムナンバー12エンディングスターマイン心ゆくままにでした。横幅400m を使いましたワイドなロケーションでの花火となりました。この花火が開催される前に糸井会長の熱い思いがありまして、望んでできたロケーションの良さではないけれど、結果花火を見るのには最高のロケーションになっているということで、この地での花火開催が決まりました。皆さんとこの場所で素敵な時間を過ごすことができて心から嬉しく思います。この花火大会を通してたくさんの方に被災地の今を感じていただき、今後も復興する双葉町、そして福島県を皆さんで寄り添って歩んでいければと思います。